イヴァン・ビリビンの、不死身のコシチェイ、ビクトル・バスネツオフの、不死身のコシチェイスラブ神話においてコシチェイは、醜い老人の姿をした悪人で、主に若い女性を襲う。不死身のコシチェイの二つ名で知られる。その名前は、骨を意味する語に由来するとみられ、その骸骨のような要望を表す。彼の肉体と生命は別々になっているため、普通に攻撃しても殺すことはできない。 その魂は針の先にあり、その針は卵の中、その卵はアヒルの中、そのアヒルはウサギの中、そのウサギは鉄の箱の中、その鉄の箱は緑の多くの木の下に埋められ、それは太陽に浮かぶブヤンの島にある。彼の魂が無事な限り死なず、箱が掘り出され、開かれればウサギが逃げ出し、それが殺されればアヒルが出てきて飛び去る。 卵を手に入れたものは、コシチェイを、意のままにでき、コシチェイは弱り始めて、病気になり、すぐさま魔力を失う。卵を揺するとコシチェイも自身の意志に反して揺さぶられる。針が折れるとコシチェイは死ぬ。ありがとうございます。